今日新たにホームページを立ち上げる大事な日だというのにあんなくだらないことに付き合ってられるか。ん？いつの間にかチャットルームが。どうもひさです。今年こそは ADSL にと思っていたのですが、まだうちの地域に入っていないようです。ちょっとがっくし、かっこ泣きっと。マナーといえばつい先日うちの近所で塀に落書きをした困ったさんがいたそうです。全くしょうがないですね。書いた本人はアートと勘違いしているんでしょうか。書かれた人の身になってほしいもんですよね。かっこ怒りと。ん？早速レスが返ってきたぞ。私も同意見です。決して許される行為ではありません。ですが落書きをした人も何か心の中に歪みがあったのではないでしょうか。別に落書きした人を擁護するわけではありませんが、そういうことも含めて考えていきたいと私は思います。なかなかいいこと言うじゃねえか。批判だけではなく犯人の立場になって考える姿勢はおいそれとできるもんじゃねえ。この人の名前は蜂蜜さんか。ふぅ、行ってみるもんだな。おい、デスコの奴らが一丁目の茶店に顔出してるぜ。何？あいつが立て続けに俺らの溜まり場荒らしてやがる。なあ藤本、もう我慢ならねえ。くだらん、あいつらはな、そうやってお前らがあたふたしてるのを見て楽しんでるだけだ。おお。けどよ、おめえらも少しは大人になる。たく何が荒らしだ。今日はホームページの更新の日だからそれどころじゃねえっつーのに。ん？おいおい、こんな掲示板で偉そうに語って何様のつもり。お前らの人生で精一杯の自己表現かもな。かっこ笑い。嵐だ！この野郎いい度胸してんじゃねえか。俺の島で嵐かますなんざ。あなたが何をしようとしているのか分かりませんが、自分自身が情けないと思いませんかと。ん？あまり嵐に反応しない方がいいですよ。嵐というのは反応を楽しむ人たちです。もし不快なら黙って削除してしまいましょう。コミュニティの大御所サトリンさんからこんな指摘を受けるとは。サトリンさんへお言葉ですが、黙って削除してしまうのは私の主義に反します。たとえ冷やかしといえど、ちゃんと言い聞かせてやるのが最良の手段だと思うのですが。サトリンさんとは揉めたくないが、こればっかりは俺のやり方でやらせてもらうぜ。ん？おいおい、おめえら仲間割れかよ。かっこ笑い。この野郎、舐めやがって。おめえらさっきからうぜえんだよ。この野郎にだけは一言言わねえ気が済まねえ。あなたはネチケットという言葉をご存知ですか？つーか、自作自演で掲示板盛り上げてると虚しくないの？てめえ、寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。あなたが何をもってこのホームページを自作自演と言っているのか分かりませんが。いやー、バカをからかってると面白いな。じゃあとどめの煽りを入れてやろうかな。まずい。何かちょっと当たってるような気がする。まるで俺の部屋の中を覗かれてるようだ。